SD エンターテインメント、SD エンターテインメント株式会社、SD エンターテインメントは、SD フィットネスなどのウェルネス事業や複合カフェの運営を行っている会社である。スガイ工業、スガイエンターテインメントを経て2005年、平成17年にゲオの参加となり、2009年、平成21年ゲオディノスに解消したが、2014年、平成26年にゲオグループを離脱し、 健康コーポレーション、ライズアップグループの参加となり、同年7月1日から現社名に改称した。元も々ともと映画工業が主な会社経営の主軸であったが、第一次、ボーリングブームによりボーリング場を主軸に新規オープンを重ねる。しかしブームの終焉とともに、いくつかの店舗を閉鎖、それに代わる業種としてカラオケビジヤードを展開。 おりしもこの二つの業種にもブームが訪れ、店舗形態の重要な要素として、一角を担う。2005年、平成17年には、レンタルビデオ大手の株式会社、ゲオの TOB により、ゲオグループ入りし、2009年、平成21年10月1日には、 同じゲオグループのゲオフロンティアからネットカフェ事業ゲーム事業をゲオフィットネスからフィットネス事業をそれぞれ譲り受けていた。富士山系グループ系列で通信販売を手掛けるディノス、ディノスセシールとは無関係である。SD エンターテイメントはゲーム部門にも初期から力を入れており前述したように時代のニーズに合った施設を展開した結果、 全国でも稀な複合アミューズメント施設を運営していた。また、ポイントカードについては、当初は、時式の SFC カード、スガイファンクラブカードが発行されていたが、2012年春からは、バーコード式のポイントカード、ゲオディノスポイントカードが発行されていた。また、ゲオディノス時代は、ゲオ独自のポイントサービス、ポンタの利用も可能だった。 ライザップグループ3回入り後は SD バリューカードへリニューアルされていた。かつては北海道日本ハムファイターズのオフィシャルスポンサーとなっていた。札幌ドームでファイターズが試合をするときは毎試合 CM が流れていたほかホームラン賞などの商品を提供していた。また経営していたゲームセンターではクレーンゲームの中にキティのぬいぐるみのファイターズバージョンを景品として 入れるななどユニークな試みが題を呼んでいた。しかし、SD エンターテイメントが手掛けている、エンターテイメント事業、ゲームセンター事業、ボーリング場事業、シネマ事業が近年不審であったこと、2018年、平成30年9月6日に発生した北海道、イブリ東部地震の影響で5300万円の特別損失を計上したこと、 親会社であるライザップグループの2019年3月期の連結業績予想が約70億円の最終赤字予想あることから SD エンターテイメントは同年11月13日に同年12月19日付でゲームセンター事業、ボーリング場事業、シネマ事業を同日に設立予定の株式会社ガイ入ノの末会社分割で渡することを発表 SD エンターテイメントが手掛けていたゲームセンター事業、ボーリング場事業、シネマ事業は同日付で菅井ディノスへ譲渡されたほか、菅井ディノス全株式も翌12月20日付で投資会社であるカイド SO キャピタル株式会社が出資した菅井ディノスホールディングス株式会社へ譲渡された。同時に SD エンターテイメントは創業100年目にして スガイ工業時代から手掛けてきたゲームセンター事業、ボーリング場事業、シネマ事業から撤退した。ただし、ディノスカフェやオンラインクレーンゲーム事業、ポチクレ、トレタネに関しては引き続き SD エンターテイメントが運営する。ライザップグループの瀬戸健社長は、当初見込んでいたシナジー効果が想定通り発揮されなかった、買収前の見通しが甘かったとコメントしている。 SD エンターテイメントは、SD フィットネスなどのウェルネス、健康関連事業や、ネットカフェ事業に経営資源を集中させるほか、資本関係がなくなった、菅井ディノスの間でも、所有不動産の賃貸なで関係を維持する。集大成とも言える札幌市中央区にあるディノス、札幌中央ビル、工術は、地下2階、地上8階建てに、菅井ディノスが運営する、ゲームセンター。 ボーリング場、映画館などといったアミューズメント施設が入居するビルとして知られているが、そのディノス札幌中央ビルも同年12月26日に老朽化を理由に同じライザップグループである株式会社辰ツプラニングへ譲渡された。ディノス札幌中央ビルに入居しているテナントは辰ツプランニングと新たに賃貸契約を結ぶ形となる。1910年、明治43年、 札幌市中央区南二条西九丁目にて、小林慶太郎が寄せ、最優館、最優館を設立したのが始まり、第一次世界大戦が始まった1914年、大正三年、現在の南三条西一丁目に移転し、小林館、小林館として再開業するが、1918年、大正七年、菅井富蔵に経営委託し、芝居小屋、 札幌座、札幌座となった。第二次世界大戦終戦から1年後の1946年、昭和21年、札幌座は映画館、札幌劇場として再開し、1954年の現法人設立へとつながる。9、ゲオカフェ。2018年、平成30年11月現在の運営店舗は以下の通り。北海道外では、 映画館併設の店舗が存在しなかった。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。